辺りのねロケーションも私好きなとこなんですけど、はい、この後直線が始まるんですけど、はい、直線の先にあの大島やがったら大島大橋がこれ見えてきた。おこの景色好きなんですよ。かっこいいですね。出ますね、潮がね、まあ、綺麗。もうあの神社もちょっと幻想的じゃないですか。幻想的ですね。すげえ。ちなみにここあのデザートっていうかそういうケーキとか置いてるお店なんですけど、はい、うまいんですよ。生ジェラートとか書いてありましたよ。はい、うまいです。岩下さんだったかな、確か。へえ、結構長崎じゃ有名なお店です。あ、そうなんですよ、はい、まだ大丈夫そうだったらデザート行きたかったんですけど。ですね。パンパンなんで、うん、私完食したからね、お腹がそういうことになってます。お解任状態です。おめでとうございます。すっぽんでございます。あとですね、これも私の動画で紹介してたんですけど、はい、ここ右に入っていくと、はい、うなぎ屋さんがあるんですよ。うなぎ屋さんですか。あ、本当だ。入り口屋っていうのがあるんですよ。なんかうなぎの旗が出てますね。はい、絶品です。うなぎ一尾まるまる使うんで。あ、じゃあ結構量あるんじゃないですか。量ありますよ。でも長崎はやっぱグルメが多いですよね。多いです。中華街とかもありますし、お菓子も有名ですね。なんかもっとメジャーになっていいような気がするんだけど。知らない人が多いんじゃないですかね。そうね、シュガーロードって言われてるぐらいですからね。そうなの。お腹が圧迫されることによってフューってなりますね。コーナーが曲がりづらいです。ですよね。鍾乳洞入り口。あ、ここですか。なんか鍾乳洞入り口綺麗になった気がする。なんと地球の大進化謎に迫る3500年前の地底への旅でございます。撮影しても大丈夫ですよね。はい、探検さん、探検です。から先行ってきます。トワイライトゾーンですね。あ、がっつり潜っていく感じじゃないんですね。わからない。ブドウ苗。すごい。なんかワイヤー持ってますよ。本当だ。本当は川口博しかなんかね。探検隊。太鼓橋を渡って突入したいと思います。結構急ですね。結構ね。これメット寒っ。これここで寒い。本当ですね。何度ですか。15度。しかもなんか低いし。これは本当に頭上注意がよくわかる。これはきついですね。あ、いた。あ、ちょっと2回ぶつけた。ジョロジョロ言います。やばい。あ、いた。バックがジョロジョロ。あ、いた。これは絵的にはちょっとこれはヘルメットちょっと外しました。カバンに。うん、ちょっと多分これ地面しか映ってねえな。うん、もう水が
ごいですね。すごい。200円ぐらいのこれはすごいすごいですね。一人じゃないから心強いな。でもこれは一人で関係ない。狭いよもう。どこでもいいけど。狭いし。これは生きるのか。大きい人、現金ですね、ここ。200個っていうの真ん中にもう一人いるようにもう。そうですね、そんなに見えますね。これ心霊現象だな。さすがにここではあれですね、なんか変なアングルでは撮影できないです。見えないですよね。狭っ。変なアングルいけない。上が見えます。上が、参りました。ヌーディースポットでございます。色合いがすごいですね。何か動いたぞみたいな。なんだあれは。探検隊でございます。これはもしかすると3500万年前の地底人かもしれない。やめてくれよ狭いところ。最後の最後に最大難関でございます。ヘルメットが傷だらけになるわ。ジョロジョロ言ってます。見た目綺麗なのにガラスみたいな。つぶつぶですか。左上には大雪柱が見える。本当だ。もうなるほど。ほふく前進に進む場所ありって書いてあります。あ、本当だ。へえ、じゃあ汚れてもいいやつだめってことですね。階段の歩幅が急に狭くなったんで。あ、ちょっと。ちゃんと出てくるとこがすごくないですか。確かに行きっぱなしじゃなくてやめて行くっぱなし。ジプシーログさんにラムネをおごっていただきました。いただきます。はい、七つ釜を後にしまして、ジプシーログさん先導によります広域濃度を行っております。かわいいめっちゃ豆乳ロで汗かいた分汗が冷える。冷えます。すごい結構。